と電気落ちたんじゃないですか。今ギッター 75.1kg ですね。ちなみにだいぶセレナ運転して下ってきましたけど、運転の感じはどうですか、慣れましたか。はい、私が身長が低くて、はい、足が短いので、はい、セレナどうなのかなって思ってたんですよ。運転席に埋もれちゃうのかなとか思ってたんですけど、全然そんなことなくて運転しやすいです。よかったです。私もあの助手席に乗ってて全然不安感なく乗れていますので、ダブル3でも問題ないですね。今までもこういうミニバンクラスの車っていうのは運転自体はしたことありましたか。初めてです。あ、初めて。じゃあもしかしてこれまでに運転した中で一番大きい車ですかね。一番大きいです。あー、ですが、すぐに慣れて運転もしやすそうですので安心ですね。はい、生きて帰れると思います。よかったです。この試乗、今回の試乗を通してもしかするとダブルさんの欲しい車はノートからセレナに変わるかもしれません。順調に燃費落ちてってます。珍しい言葉を聞きましたが順調に燃費を落としていっています。チャージモードにしてあえてエンジンをかけさせて燃費を落とすというのも一つの作戦かもしれませんよね。なるほど、チャージモード、チャージモード、 S モードかエコモードにした状態でナビの下にあるチャージというボタンを押すとチャージモードになります。やってみます。ただそれで燃費が落ちるかどうかは私には分かりません。きっと M さんも教えてくれないんじゃないかと思います。もちろんです。やめときます。そしたらさあすごいことになりますよね。私どうですかね、ギター 11.8kg 目指して頑張っていただきたいと思います。これ吹かしたりすると落ちますか。こちら落ちる走り出しだけ S モードにしてめっちゃ加速すればいいんじゃない、はい、安全運転に心がけていただきたいと思います。エアコンすごいかけるとか。あー、なるほど。そういう手は確かに取れますね。ガンガンにすればいいんですね。はい、ダブルさんの平均燃費ただいまギター 57.7kg ですね。これは私の勝利がだんだん見えてきました。 M さん、はい、何でしょう。次の目的地まであと 15km くらいだとお伺いしたんですが、次に行くところは M さんは行ったことがあるんですか。そうですね、あの猪苗代の湖畔の、ま、天気のいい日は湖水浴場なんかになってる場所ですね。湖水浴場。はい、福島には猪苗代湖という湖、大きい湖ありますね。通常海に行ったら海水浴ですけど、猪苗代湖は海ではないので湖水浴になります。猪苗代湖に入って泳げるということですか。もちろんです。ケイノさんは湖水浴の経験ありませんか。湖に入ったことはないですね。沼でならよく小さい頃入って遊んでました。あー、沼ですか。ちなみに私は湖水浴は何度もしたことはありましたけど、実は海水浴はしたことがありません。ちなみにダブルさんは海行きますか。海、はい、ちっちゃい頃はよく海も湖も入りに行ってましたよ。沼は入らなかった。ごめんなさい、沼の経験はなかったです。あー、残念です。そして順調に燃費を落とすことができていそうなんですが、今何キロになりました。 35.7 になりました。リッター 35.7kg ということで、ダブルさんが申告した 11.8kg を目指して、今着々と順調に燃費を落とすことができています。もうちょっと落ちてくれないとどうなるんでしょう。ベア長になっちゃいますね。はい、そういうことです。こう考えるとケイノさんの最初の予想はかなり近かったとも言えますね。そうですね、最初に数字を見たときは
やっちまったと思いましたが、案外大丈夫な気もしてきました。私も、プラマイ3キロのハンデを背負って臨むということなんですが、この調子でいけば余裕そうですね。あ、しまった、違う方入っちゃった。戻ります。どこかで U ターンできそうなとこ探してください。ありがとうございます。ありがとうございます。曲がるべきところをすっ飛ばしてきちゃいました。あ、嬉しい。これで燃費を落とせる。やってしまいましたね。曲がるべきポイントを見落としてきました。あ、とはいえこれ下り坂じゃないですかね。下ってますかこれ。若干下ってる気がします。登りたい。さあ燃費を上げていきましょう。いいですね、真っ白の猪苗代湖がよく見えます。これあと半分くらいになってくれれば。そうですね、あと半分、今1.31キロですね、まあ、あと半分ぐらいに減ってケイノさんといい勝負というところでしょうか。え、これが猪苗代湖。おっと、ケイノさんから衝撃の発言がありましたね。はい、こちら猪苗代湖ですが、何だと思ったんでしょうか。おー、めっちゃでっかい川かと思ってた。猪苗代湖も3キロぐらいって聞いてたから、あ、こんなでっかいんだ。猪苗代湖3キロぐらいというと直径がですか。あ、なんかあと何キロ、目的地まで何キロって聞いたときに。そういうことですか。ずっと猪苗代湖の脇は走ってきました。で、目指しているのは、そうなんだ、猪苗代湖の湖水浴場の一つですね。え、すごい。え、怖っ。本当に福島県民ですよね。すごい。まるで猪苗代湖を初めて見た人みたいな発言を聞いたんですけれど。え、すごい、ほぼ海。はい、こちらが福島県が誇る、国内で3番目に広い湖でしたかね、猪苗代湖です。え、すごい、みんな見渡す限りの水。ちょっと福島県民の発言とは少し思えない言葉が続いているんですが、ケイノさん、猪苗代湖をこれまでに来たことは。昔々に白鳥のボートに乗った記憶があるので、多分初めてではないと思います。衝撃ですね。あ、そうですね、もうちょっと行きます。あ、そうですね、ここら辺ですね。ここで止めましょう。はい、お疲れ様でした。はい、ありがとうございます。はい、はい、というわけで到着しました。こちらが猪苗代湖の船津浜の湖水浴場付近ですね。はい、到着いたしました。では燃費を見ていきましょう。はい、発表してください。はい、燃費が 30.4。 はい、お疲れ様でした。平均燃費 30.4 キロということでですね、事前の申告してた距離覚えてますか。 11.8 です。はい、そうです、 11.8 キロです。というわけで 11.8 キロ予想が 30.4 キロ、というわけで P さんがですね、差が、はい、平均燃費が予想との差がプラス 18.5 キロ。計算合ってますよね。はい、というわけで平均燃費 30.4 キロでバンダーズマスカイライン下り切って少し行ったところから、ここまでリッター 30.4 キロで来ることができました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ではちょっと猪苗代湖を見てから次のポイントに行きたいと思います。はい、何年ぶりに見るのか分かりませんが、間近で見れる猪苗代湖ですね、こちら。
上野さん、はい、傘どうぞ。傘はいらない長靴が欲しいえ、海じゃん。違いますよ、はい、湖です。ああ、はい、というわけでこちらが猪苗代湖ですね。え、ほぼ海。はい、ダブルさんは見慣れた光景だと思いますけど、はい、逆になんか見てて面白いですね。え、絶対カニとかいるやつじゃん。猪苗代湖に来てこういう新鮮な反応されるとは思っていませんでした。波がある、すごいすごい広くない？まあ、はい、そうですね。はい、それでは慶野さんがまともに猪苗代湖を見たことがなかったということが分かったところで、では次のポイントに行きましょうか。